先輩から送られてきたコード、これを入力していくだけの作業。まさかこれだけで本当にクーデターを企んできるだなんて。私の方も内務省の兄さんと連絡がついたわ。あちらでも欺瞞工作をしてくれるって。いざとなれば僕も守りに加わります。必要とあればいつでも指示を。俺だって肉体労働のバイトもやってきたんだ。いいところ見せてやる。付近の住民たちもみんな大聖堂に避難できたようです。学生の身ではありますけど、できることはさせてもらいますから。ご協力感謝します。さすがアラミスの、いや近景度分析官の後輩方だ。とはいえ学生の方々を巻き込むのはやはり心苦しいですが。いえ、僕たちが決めたことですから。ここまでの事態人事じゃありません。何より同級生や先輩も戦っているんです。せめて少しでも力になれるのなら。
遠く頼む。続けよバン。おまけで。クラウドイン。お。ライフ駆動。ブーストゲージ上限解放だか。そこだテリー。そうはさせん。アイセンシルト、ゲラント連隊長まで、どうして。どうして、それはこちらの問いだ。裏解決屋にフェリーダ・アルファイド、この後に及んであのグラムハートに肩入れをするとは。自由都市圏を併合するため軍拡を推し進めるあの侵略者に。なるほど、今度はそういう認識か。ええ、やはり同じ両兵団でもザハとアタリとは毛色が違うわね。我々は両兵団であると同時に自由都市圏の自主独立を守る鉄の盾でもある。クーデター派に力を貸すことで侵略を阻止できるなら動かぬわけにはいかん。相変わらず両兵にしちゃ見上げた使命感だが厄介だな。はい、守るための戦いにおけるアイゼンシルトの士気は脅威です。でもだからこそ目を覚まさせてあげないと。鉄の盾を掲げる我らは決して退かん。総員心してかかれ。やあ、ここは倒産。鉄の盾の名にかけて。ブーストスキル。切り裂け。
とくと見やがれ。ブーストゲージ上限突破。ここだフェリー、気がえ。ターゲット捕捉、逃がしません。やったか、アニアスさん。さすがに手強いな、裏解決や。だが時間は稼げたようだ。戦車の造園？チッ、さすがにこれ以上あれの相手をするってのは。ここは我々に任されよ。まさか。あなたたちは。こちらでもある程度の状況は把握している。この異変を食い止め庭園の主を撃てるならば我々としても望むところだ。ここにいたってあんたらに助けられるとはな。こちらも借りはあるようなのでな。私なりに筋は通させてもらおう。こうなれば我々だけでなんとか。
戦しているようだな、ペリーだ。彼らの相手は我らが引き受けよう。この先は伏兵もおらぬ。行くがいい。アブ、ありがとう。ここは任せます。お言葉に甘えさせてもらうぜ。失望したぞ、ハサン副頭目。まさか誇り高きクルーガの戦士たるあなたまでグラムハートに組みするとは。それはこちらのセリフだ、ゲラントと。格もたやすく心を犯されてしまうとはな。ならばこちらにできるのは戦場の流儀で目を覚まさせてやることのみ。あと一手、いえ二手は必要でしょうか。いずれにせよこたびはここまで。女神の加護を、先輩アークライドさん。来ると思っていたぞ、裏解決屋に。キンケイド補佐官。黙れ、このグラムハートの犬が。お前たちに分かるものか、この憎しみが。敬愛する方と肉親を奪われた怒りが。ロックスミス閣下と父さんはグラムハートの謀略で葬られたんだぞ。奴が権力を欲しいままにする、ただそのためだけの犠牲に。フィーバータイムだ。
遊びは終わりだ。決まってけよ。チャンスだ。もらった。陶器です。ブーストが有効です。私が相手です。上等だ。押せ。好機です。返り討ちだ。今だ。頼んだぜアリス。押せ。敵は取りましてやった。チャンスだ。押せ。押せ。そこだ。アーロンさん、ここだ。敵は取りますね。バーさん、スタンド頼む。アリエス、お願いします。バカな。はあ、やったか。これからも頑張ります。パワーアップです。アサルトフレーム、ザイクルスで、状況開始。ブーストの攻撃だ。決める。ザイファ駆動。バンさん、攻撃です。託します。主役の出番ね。邪魔者は排除。トライ開始。私が相手です。トライを開始です。トライを開始。回復します。助かったぞ。くらいなさい。くらい。いくぜ。バトンタッチだ。任せてちょうだい。この調子でいきましょう。許さない。続いてバーぞ。ザイファ駆動。ザリは返すぜ。ザイファ駆動。
腕で機動兵器を弟にばかり注目が集まっているようですが、単身でとはいかないものの、せめて私もこのくらいは。へえ、さすがはハクランリュ、なかなか見せてくれるじゃないか。サオに義援のジンさん、それにアシェンまで来てやがるのか。そのふってことは、さっき AF の動きを封じたのは。ええ、あたしよ。パパから一通り仕込まれているわ。それにルーケ代表の一人として、もはや覚悟も決まっているから。ふん、我が孫も一皮むけたようでな。主らにも改めて礼を言おう。ともあれ、こたびの謀反は秩序を重んずる我らとしても望ましいことではない。新たな一歩を踏み出せた今こそ、あるべき兵ゆえの務めを果たそうぞ。ほどなく新手も来よう。主らは先を急ぐがいい。手勢は十分ゆえ、心配は無用だ。そうであろう、サオリー名代。なるほど、要は新体制のお披露目ってか。ええ、晴れてリーケも長老会の一員として迎え入れられ、改めてルーケとも友誼を結ばせていただきましたのでね。アシェン様が決断されたこの戦いを盟友として支えるべく参上した次第です。ええ、これからはルーケとリーケとして改めてお互いの手を取り合っていく、そういうことだから、ここは私たちに兵友へニケに預けてもらうわ。ならお言葉に甘えさせてもらうぜ。おとといの貸しの分だ。これでお互い貸し借りなしだぜ。あとは頼むぜ、アシェンにじいさん。でもってリーケの名代さんよ。おお、存外早く来よったな。さすがかの者たちが采配を振るだけはある。行かせない、アーロンたちのためにも。さてせっかくの機会です。ようやく掴み取ったリーケの誉れ、共に存分に示すとしましょうか、フェン。兄じゃ相分かった、せいぜいついてきてもらおうか。この俺に闘志を押し付けた以上、失望させてくれるなよ。おお、なんという熱い戦い、そしてなんと燃えるドラマじゃ。圧力を超えた者たちが手を取り合い、強大な敵に挑んでいくカタルシス。これじゃ、この熱さにエロス、それが合わされば最高傑作間違いなしじゃ。なぜそこでエロス。いやいや、そんな場合じゃない。とにかく避難を。で、どちらに逃げればいいんだ。 CEO 解任と島の異変に続いて、女神よ、私が一体何をしたというんだ。